坂本龍一さん教授が亡くなって本当に残念なんですね。まだお若かったのに、僕以前対談させていただいて、本当に教授の何と言うんですかね、感性とそして知性、このバランスに本当に感銘を受けたんですね。僕は坂本龍一という人は日本が生み出した、クリエイターの中でも最もグローバルに一番深いところまで行った方だと思うんです。で、僕ね一番心に残っていることの一つがね、映画音楽を作る時の苦労というか、意外とその監督が編集を変えたりするんで、その度に坂本龍一ほどの大家でもいちいちそれに対応しなくちゃいけないんですよね。だから本当に職人的なところもあったんだろうし、もちろん大スターだったんですけど、やっぱりクリエイティブにおける端正に目の前の仕事をやる、その職人的な精神というか、非常に細かいところに心血を注いでいく精神というのを、僕は坂本龍一さんから教わったように思います。本当にもうずっと教授の、ね、作品は我々聞き続けると思うんで、心からご冥福をお祈りしたいと思います。そして生前教えていただいたことを、これからも胸に、刻んでいこうと思っています。この番組はエイブル、清水建設、 JT の提供でお送りします。次は自衛官時代のお話をしたいと思います。もともと私自身、子どもの頃からこう、工作だったりだとか物を作るっていうことが好きだったんですけども、ある程度こう大きくなるにつれて、大人のこうものづくりと子どものものづくりは違うなっていうふうにこう気づき始めたんですよね。子どもの頃って全部自分でこう考えて作ってっていうのができるけど、大人のものづくりはそれぞれこう仕事が分かれてて分業でやっていくんだっていうのを子どもながらにこう知った時に、なんかちょっとそれは僕の思ってるものづくりじゃないなみたいなのがあってですね、学生時代何をやりたいか分かんなかったんですね。小中高夢中になって何かをやってたわけでもないし、なんかダラダラこう生活してる中でですね、将来どうしよう、進路どうしようっていう時に、たまたま自衛隊の広報の方のお話を聞く機会がありまして、自衛隊もいろんな仕事があるんですね。銃の整備をする仕事もあるとかですね、車の整備をする仕事とかもあるっていうのを聞いて、それだったらちょっと面白そうかもと思ってですね、規律の厳しいみたいな一番嫌いな世界っぽいところなんですけど、なんかちょっと全然違う環境にこう身を投じて、何かちょっと自分自身変わりたいなっていう気持ちもちょっとあったんだろうなとは思いますね。3ヶ月間の教育期間っていうのがあるんですよ。そこが一番私にとってはもういろんなこう学びがありました。もう本当にもう入っていきなりもう頭をバリカンでバーッと剃られて、もうなんかこの一部になるんだみたいな感じで、もうやることなすこと初めてのことだらけで、面白いなと思ったのは、結構小さい時からの失敗とかが怖い性格だったんですよね。あんまりこう大胆なことしたくないみたいな、で失敗したくない失敗したくないと思いながらその自衛隊の訓練にこうついていってたんですけど、やっぱり失敗しちゃうんですよね。私の場合は靴の磨き方が甘くてですね、すごい怒られたんですよね。でみんなでこう連帯責任でうずうせってやるんですけど、見てるとみんな失敗するんですよ。何かしらお前はこうベッドのこの畳み方が汚いとか、服にシワがあるとか、なのでそういうのを見ていくうちに、こう失敗ってそんなに恥ずかしいことじゃなくて、逆にどうやったら失敗しないかっていうのを考えていくことが大事なんだなっていうのは自衛隊で学んだ大きな一つのことですかね。で自衛隊結局4年いましたけども、ある程度
得意じゃないこともやっていくとそれなりのレベルにはなるんですよね。私はあんまり運動が好きじゃなくて得意じゃなかったんですけど、やっぱり鍛えていくとそれなりの水準に行くんですよ。まあ、他も例えばあの銃の分解組み立てがすごい下手くそな人もそれなりにトレーニングするとできるようになるんですよ。なんか人間って、まあ、そこまで大差がないんじゃないかなっていうのをその自衛隊時代に感じてですね、それは東大に行く人と自衛隊に入る人の頭の出来は違うだろうみたいなのがあるかもしれないですけど、ただ東大に行く人も3食飯抜いたら全然ダメだろうし、3日ぐらい寝ないともう全然使い物にならないと思うんですよ。それにまあ銃弾を受けたら多分死んじゃうんですよね。だからそういう意味でそこまで人間って、うん、あんまり差がないのかなって思った時に、だったら自分のなんかこう好きな方だったり興味のある方向を伸ばした方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、その時に感じたんですよね。自衛隊に勤務している間にですね、その機械式時計との出会いがあったんですけど、自衛隊の上司の人が新しい時計を買ったって言って見せてもらったんですよ。でそれがですね、まあ、オメガの時計だったんですけど、まあ、当時自分自身あんま全然時計には興味なくて、自衛隊の売店で売ってる1000円ぐらいのクォーツ時計をしてたんですね。もう電池切れたらもう捨てるみたいな感じで、でその時計が30万円ぐらいだったのかなと。当時何がそんなに違うんだろうっていうのが最初の印象だったんですね。で当時あんまり時計のそういうゼンマイで動いて中に歯車が入っててだとか、そういう時計の仕組みっていうのは全然その分かってなかったの で、まあ、そのことがあって、またまたま本屋さん行った時にあの時計雑誌が目に入って、内部はどうなってるみたいなこう写真が出ててですね、こんな風になってるのと、こんなゼンマイが入ってて歯車が入ってて、今の時代にこんな、なんか、まあ、ある意味原始的というかですね、ゼンマイ仕掛けで動いてるそんな世界があるんだっていうのが、まあ、非常に自分にとって衝撃的だったですね。それで時計に興味を持って、で時計雑誌をこう毎号買い漁って読みまくってたんですけど、ある時その雑誌の中にその独立時計師という、スイスには個人で一つの時計を作ってる職人がいるみたいな記事を見て、えっと思ったんですよね。時計を一人でこんなって思った時に、その子供の頃のそのものづくりの、その自分で全部やってっていうのがちょっとこう浮かんできてですね、これは面白そうだなというふうに思って、そこからやっぱりどうしても、うん、そっちの道に進みたいっていう思いが強くなって、自衛隊を辞めて時計学校っていうような。ただ現実はやっぱりこうやればやるほど難しさが分かっていくっていうような感じ、ああだからやっぱり日本にいないんだみたいな感じで、やっぱり頭で考えてるだけではそれ以上進まないんですよね。なのでまあどうなのかどうなのか、じゃあやってみよう、でやってみたらうまくいくか失敗するか、まあ、その結果次第によってじゃあどうしようっていうふうにまた考え直す材料になるんで、そうですね、まあ、いつかというふうには思ってましたね。ただこんなに早くとは思ってなかったですけども、やっぱ覚悟を決めるって難しいですよね。だから私も本当にその推薦するよって言われたから、そこで覚悟を決めないといけないっていう状態に追い込まれたわけですけど、もしだけどそういうきっかけがなかったら、ずる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 、まあ、自分でなんか趣味で作ってみたいな感じで続いていったのかもしれないですね。なのでやっぱりそこの決断とか覚悟とかってあんまり深く考えないで、えいやってやってみないと、冷静に考えるとなんかできない要素の方が多くてみたいな風になってしまいがちだと思うんで、まずあんまり考えないでもうやっちゃった方が結果的にいいのかななんていう風にも、まあちょっと無責任ですけど思ったりはしますね。才能を発見する新しい番組コンテンツ、イマジネコンペティション、今年で15回目を迎えるエイブル空間デザインコンペとコラボして作品を募集中です。
今年のテーマは壁と会話する。優勝作品はミラノサローネで世界デビューのチャンスです。グランプリウィナーテーブルデザインアワーイズユニバーシティオブ東京。皆さんのご応募お待ちしています。コロナに対しては本当に勘でしたね。これはもう早く手打たないと思います、はい、2019年末に持っていると。末に、はい、クリエイターあとそのゆかいな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。今週のゲストはフランフラン創業者の高島文夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもう大人気の、私も一人暮らし始めるときに行っていろいろ集めさせていただきましたし、ありがとうございます。僕が唯一行く店舗、このテクニック、あのサザンテラスのあそこ入りやすいんで。こんなこと言ったらすっごい失礼ですけど、すごい可愛いいいじゃないですか。小木さんがいるのなんか不思議な感じしちゃいます。健康可愛いの好きなのよすいません。でも本当にデザイン力が素晴らしくない、うん、いや本当に。高島文夫さんは家具製造卸の会社から株式会社バルスを設立。その後1992年女性目線のライフスタイルブランドフランフランを創業。日本および香港に展開し、独自の感性により30年にわたり支持されるブランドに成長。まさにデザインを生活の豊かさに取り入れた仕掛け人。現在はホテル開発プロジェクト、和の文化発信ほか、本当の美しく豊かなライフスタイルを提案中ということです。最近も、ね、トピックがニュースにって言いましたよ ね、 いいですね、はい、フランフラン2023年3月23日に、はい、可愛くなれ世界を新タグラインとして発表されました。可愛いっていうのは最初からキーワードにあったんですか、うん、最初はそんなに可愛いっていうのは出してなかったですけども、当時スタートした時に25歳の女性スタッフが3人いたので、まあ、その子たちに自分たちがもう好きなものというか、自分たちが生活に必要なものをなんか集めればっていうのでスタートしたんですね。なるほど。じゃあ女性目線で行こうっていう、うん、あの属性をはっきりしてスタートするっていうのは最初に、たまたま1号店ですごく狭かったので、うん、65坪しかなかったので何かに絞んなきゃいけないなっていうことでそれで始めました。高島さん時代を見る目がすごいですよね。あの、うん、僕もだから他の家具屋さんとかに行っていろいろ取材させていただいたときに、いや最近はもうだからあの奥様とか女性の方が決定権があるみたいなことを聞くようになったのが、まあここ10年ぐらいよくそういう話聞くなと思うんですけど、フランフランはそういう意味で言うともう最初から女性っていうところにね。そうですね、あのたまたまねこれね、自分がそのサラリーマン時代に丸井のとある人がこういうことを教わったんですよ。なんかあったかもしれない。丸井は英子ちゃんに売ってんだよっていう話を聞いたことは、それがすごく自分の中に残ってて、こういう人に A 子ちゃん B 子ちゃん C 子ちゃんっていうんじゃなくて、もうこの子っていう、そこまで絞り込むということです。へー、でそれに共感した人が来るっていうことなんですね。それすごく今の時代的、うん、これはねやりながら思ったんだけど、とんがればとんがるほど共感者が増えます。一見矛盾してるようなことなんだけど、でもそれこそそのとんがらせるっていう面では、うん、デザインはどういうふうにこう、デザインはあの社内のスタッフがデザインしてますね。もちろんたまに外部のデザイナーも使いますけど、まああんまりなんかこう何かにその固執しないっていうか、常になんかあの今世の中ってどうだろうっていうようなことを考えながら、まあ、デザイナーを起用したりどっかとコラボしたりっていうのを、うん、あの高島さん創業時ね、はい、僕もヨーロッパいる時にあの意外と見てたんですが、ハビタットとか、はい、あっちのああいうところをちょっと参考にされたっていうふうに伺ってるんですけど、はい、そうですね、今どうですか、逆にフランフランが進んじゃったから、うん、海外の事例で参考になるものってのは未だに、今はもうほとんどないですね。反面教師はあります。例えばどういうことですか。例えばビクシーとか、そうですね今は。あ、なるほど。でビクシーってもともとスーパーモデルを全面出してやってましたけど、今はその例えば太った人とか、あるいは妊婦さんだとか、そういうちょっと普通の人に今寄ってったんですよね、途端にガンとこうなってるんですよね。そうでした、ではスーパーモデルから普通の人って、分かりやすく言うと
こちらからこちらに行ったって感じですね。まあいやいや一般の人も受けるように、はい、一般の人が買えるようなマーケティングをしたんですけども、あれが大失敗しましたね。難しいですね、そう考えるとね、はい、やっぱスーパーモデルが来てあれに憧れてみんな買ってたっていうのはあるのに、普通の人が来ちゃったらなんだっていうやっぱなっちゃったっていう、あれはすごいなんか我々の反面教師として役に立ちましたね。 なんかね、批判もあった反面やっぱりでもあれがブランドイメージだし、はい、ブランディングでもありましたもんね。そうですね、あとフランフランは価格も可愛いんですよね。ちょうどいいというか手が届かなくない。はいはい、そうですね。最低限のやっぱ品質とか担保してます、うん、もちろんいろんなところに工場があって、他の会社がどういう工場を使ってるかでやっぱ見て、自分たちのクオリティはやっぱここはキープしたいっていうのは、うん、こう使ってますから、うん、そんなめっちゃ安いじゃないけども、うん、ある程度ちゃんと担保されたものを出しているつもりですね、うん、そうですよね、はい、そこのなんていうんですか、価格帯を決める、うん、上でのこだわりとかもあるんですか？ありますね。例えば今まで1000円のものが、例えば数が売れたことによって800円できるんだったら、やっぱ1000円のままでもっとクオリティ上げるっていうふうにしてますね。そこは下げさせないですね。やっぱり下げれば世の中全体があんまり豊かではなくなっていくなっていうのがありますから、絶対に日本のデフレをなんとかしたいというのはやっぱ思ってますから、やっぱそこはいかに付加価値をつけてアップサイドに行くかっていうのは常に考えてましたね。そんなこと、高島さんすごいなと思ったのは、コロナになった瞬間、うん、あっという間に手を打たれて、はいはい、そうです。今でフランフランはあれですよね、うん、そこから通販がバーンと、うん、EC が増えましたね、はい、でそこら辺の時代も先取りする感覚ってどっから来るんですか？うん、これはね、コロナに対しては本当に勘でしたね。これはもう早く手を打たないと思って、はい、それはもう2019年末にも手を打った。末に、はい、まだ世の中そんな下がってない、コロナっていう言葉も出てましたよ。そうですね、はい、中国で出始めたぐらい、はいはい、そうです。すごくないですかそれ。勘でしたねそこは。これはなんか自分が今まで経験したことないことが来るなっていう、暮れに19年の暮れに銀行にはもう話をしようと思ってて、年が明けてすぐ銀行にも手を打って、もうコロナ関係の融資は全部まとめ切ってたので、その代わりそれは返済しなきゃいけないからって、うん、まあ多少リストラとか含めてやんなきゃいけない、これはもう4月にはもう全部やってましたね。早い、はい、すごい。だからそこら辺の、いや2020年の4月ってみんなまだあたふたしてた時とか、どうなっちゃうの、どうなって、その時にもうそういう迅速な手を打ってるって。そうですね、自分のデスクはリックでしたね、もうね。すごい。仕事はどこでもできるやと思ったんで、だからシェアオフィスちょっと借りたりとかして、社長室もなくなってたんで。でも結果その効果もあって、うん、なんか過去最高益。そうですね、それでその店を閉めなきゃいけない状況になるんで、やっぱり e コマースはできるだけその高めていきたかったので、その前にインスタのフォローを一気に増やしました。30万人ぐらいだったのを90万人まで増やしたのかな。でもう5月6月は店舗全部閉まってたので、その間一気に維持が増えて、それで店舗が6月に開いた時に両方売れが伸びてたんですね。すごいですね。そのインスタを30から90に増やしたっていうのはどういう戦法で増やされたんですか？これはインスタのフォロワーになったら 5% 引きます、それからアプリ会員になってくれたら 5% 引きますっていう、そういうやっぱちょっと反則はやりました。しまった、今フォローしよう。あ、割引かれるんですね。はい、そう、その時ね、そのキャンペーンが今はもう終わってるんですよ。まあ、でも一応フォローしておくとなんか得なことあるかもしれないね。はい、でもまさにコロナの期間って家を充実させようっていう気持ちもすごい高まってましたしね。はい、そういう意味でもかっちりハマった感じですね。そういう、まあ、髪風が吹いたというか、そういうところにうまくハマりましたね。面白い。栄養を取るためだったら遊びじゃないんだけども、料理というクリエイティブなものを作ってると思えばこれも遊びになるわけで、はいはい、高島さんをこう知る上で遊びというのもこうキーワードになってくるかなと思うんですけれども、はい、まあ遊びのなんかこう定義って何かなって自分も考えてきましたけど、やっぱ楽しむ時間だと思うんですね。楽しい時間じゃなくて楽しむ時間、楽しむ時間、うん、要は自ら楽しむっていうことが遊びじゃないかなと思うので、サーフィン始められたのはおいくつぐらい？50ぐらいですかね、うん、そっか、いつでも始められますね。はい、できないことはないと思います。確かになんかこう時間余暇がないと新しいものも生まれない、うん、生まれないですね。例えば日本のホテルって僕から見るとやっぱつまんないんですよね。今例えば一泊が一番高いのは普通の部屋ですよ、普通のツインとかの部屋で一泊一番高いのはニューヨークのアマンで65万円だと思います。そこが一番高いと思います。でもそれ泊まってると分かんないじゃないですか。
じゃあ日本でいいホテル作ろうって、例えば日本だったら大手が大体ホテル作ってますから、じゃあいいホテル作って、そういう経験がない人作れないじゃないですか。確かに普通のまあ集団的な大企業の中で育ったサラリーマンの人っていうのはなかなかそれを発想しにくいですよね。そういうところからどんどん日本の豊かさってだんだんレベルが下がっていったっていうのは、すごくいわゆる失われた30年はそういう時代だったなと思いますね。茂木さん、脳科学的にもやっぱり遊びっていうのは大事なんですか？はい、やっぱり動物も実は遊ぶんですけど、動物の行動学でいうとある時期だけ遊んで、その後遊ばなくなっちゃうんですよね。で、神経結合を見ると遊んでる時に神経結合のつなぎ替えが一番起こってるんですね。その大脳皮質とか小脳とかで、ちょうどだから遊びながら学ぶってのまさに起こってるんですけど、はい、人間だけがなぜか子供時代を過ぎても遊ぶ人は遊ぶ、だその人の脳の中でおそらくずっとつなぎ替えが起こり続けてるんだろうなって思うんですけどね。別に身近にあると思うんですよね。例えば料理を作るのも単なるその栄養を取るためだったらそれ遊びじゃないんだけども、料理というクリエイティブなものを作ってると思えばこれも遊びになるわけで、はいはいはい、これはやっぱ違うなと思いますし、コロナ中に結構家にいたんで、やっぱ散歩結構してたんですね。そうすると散歩してると鳥の声がするじゃないですか、それで鳥の声って何だろうって、で自分でアプリ入れて、でそれで鳥の声を聞かせれば何の鳥って分かるアプリがあるので、それで、あ、こういう鳥がいるんだとか、鳥が季節によって鳴き声変わるんだとかっていうのを知ってると単なる散歩も楽しくなるっていう、確かにそれが遊びだなかなと思います。私も散歩コロナ中にしてたんですけど、毎日道を変えてぴったり3キロチャレンジみたいなのを、やったりしてました。たまたま僕はスマホのメモをすごく使うんですけど、そこにいっぱい入れとくんですね、気になったもの、でそれがね後でまたつながったりしてって新たな価値を生むっていうのはすごくあるなと思うので、う、例えばこの間だったら、まあ自分料理が好きなんで、これだったら塩ホルモンっていうのを入れたりとかね、はい、ホルモンの煮込みを塩で煮込むっていうのは自分なんかピンときたんで、あとイカセロリサラダとかなんかそういうの入れたりしますね。そこになんか枝豆を入れると余計美味しくなるって、食感が今度バランスでするので、枝豆があると余計美味しくなるとか。今遊び場をこう作っていこうと画策されてるんですか？はい、はい、作っていこうと思ってます。今はまあ一つは車だったり、もう一つはホテルだったり、あとはまあ和のこともちょっと今やろうと思ってます。和のことっていうのはどんなことなんですか？まあ、例えば WBC とかサッカーのワールドカップとかって、日本人ってすごいやっぱ国民として嬉しいじゃないですか、はい、あの時にやっぱり日本人の行動も結構クローズアップされたじゃないですか、綺麗にするとか、ロッカールームを綺麗にするとか、ああいうのってやっぱ和の志だと思うんですね。ああいうのね、意外に日本って戦後教育で和のことってちょっと分断されちゃったようなところがあって、でも日本人ってすごくいい、その例えば文化を持ってたし、それから伝統を持ってるし、いろんな歴史を持ってるんだけども、これもう一回再認識したりとか、もう一回学び直すことでなんか力になるんじゃないかと思うんですよね。確かに、例えばああやって掃除するだけで日本人ってリスペクトされるじゃないですか、もう経済とか軍事は負けちゃうけど、文化では世界一になれるなって。今日本の文化って日本の中の人よりやっぱり外の人の方が注目とか関心も高いですもんね。はい、そういう和の文化をまあ、振興しようというような社団法人を作りました。どういう活動される予定なんですか？とにかく和のことを今の若い人って新しいこととして感じてる人がすごく多いんで、そんなに興味あったのって思うぐらいみんな驚いてくれるので、まあ、そういう人たちも中心にもう一回和を再認識しましょうっていうことで、造語なんですけど、ワンバサダーっていう人たちをたくさん集めようと。これをまあ一応目標500万人ぐらい集まると、ひょっとしたら国を動かせるかなとかって思いながら、でそのためのホームページを作って、そこに和ごとの、いやポータルサイトを作ろうと思って。イベントであったりとか、和のしきたりであったりとか、そういういろんな知識がそこに集まるポータルを作ろうかなと思って。それ楽しみですね。すごく楽しい。和のことを今の世代は新しく感じる、まさに私もその一人 で、ね、はい、この間金継ぎ行ってきたり、はい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 、意外に Z 世代の人たちとか、たくさんみんな喜んでくれるので、あ、これはやっぱなんか伝えるべきだなっていう、なんか
なんか若い人たちならなんか楽しんでやってくれるって感じですね。結構多いんですよ。水引きをアクセサリーにしようとしてこう会社を作った女の子だったり、日本酒が今すごい注目を集めてるみたいで、日本酒の会社をやろうと思うって言ってる同級生の子がいたり、結構周りでもそういう方が増えてるなっていう感覚は実際にありますね。それってあれですよね、懐古趣味じゃないですよね。いや全く新しい感じですよね。感じで、うん、面白いってみんななんでこれ知らないの、はいはいはい、っていう感覚でいる感じがします。そうなんですよ。そしてホテルも日本ってやっぱりこれだけの観光資源があるのになかなかいいホテルってないなと前から思ってるんですね、うん、要は価値がないようなところをいかに価値をつけるか、あるいは新しい景色をいかに作るかっていうところが、これから日本には求められるなと思いますね。エリアとしてはどのあたりを今？一つはあの島ですね。八丈島に行こうかなと。八丈島。八丈島。東京の島なんですけどね、あの島ね。みんな知らないんですよ、やっぱ八丈島って言っても。そういうあの泊まるとこがなかったりとか、まあ、島の PR をちゃんとしてなかったりとかっていうのがあるので、沖縄とかそういうとこもいいんだけど、東京の島っていうのを意外にクローズアップすれば、うん、そこはすごく観光資源として使えるなと思うので、うん、まあ、そういう動きをしようかなと思って。八丈島ってどのくらいで行けるんでしたっけ？50分ですね。50分ですよね、はい、めちゃくちゃ近くでパッと行って遊べる、ホテル泊まれるって、はい、東京のシティを見に来た外国人の方々が、はい、週末ポンと行くとか、ね、ポンと行くとかもありですもんね、はい、ありです。すごく楽しそう。これはどういうホテルになりそうなんですか？割とラグジュアリーなホテルにしようと思ってます。これはホテルってやっぱ文化の集合体だと思うので、まあ、自分が生きてきて今までその、まあ、散々インテリアやってきたりとか、アートを見てきたりとか、いろんな美味しいもの食べたりとか、いろんな経験をそこになんかもう集合体としてがっちりなんかもう表現したいなと思ってます。すごい自然もありますから、あのハワイでいうとハワイ島みたいな感じですかね。その例え分かりやすいですね、はい、なるほど。だから東京ネイチャーアイランドって自分たちは付けようかなと思ってますけど、まあ、ホテルを作ったことによって島ごとバリアップしたいなと思ってます。それはいつ頃こう完成？3年後ですね。今まだ設計中なので、うん、はい、でもそこだとまだまだいろいろ日本は遊ぶ、はい、シーズがありますね。そうですね。例えば日本の不動産って土地が相場がいくらで、建物は建築コストがいくらでっていうことしか評価されないので、なんでそれ建築家というものを付加価値としてその不動産の中に入れないんだろうってすごく不思議だったんですね。だから自分はなんかいい建築物を作ることによってその町にも影響するし、それから建築含めたそれが不動産として価値が上がるっていうことがすごく大事だなと思ってたので、そういうなんか普通になんか坪いくらですかって、平均なんか地下いくらですからって言われるもんじゃないなと思ってたので。確かにヨーロッパの方行くと全然違いますもんね。そういった部分は。なるほど。結構いろんなところにヒントが。なんか昔日本インド化計画っていうのがあったけど、日本フランフラン化計画だね。あ、いいですね。日本高島化計画。高島化計画、高島さんの。で、ね、でもそういうヒントはたくさんあると思います。日本には。うん、いや面白い。ということで今回すごく面白いお話いろいろ伺いましたけれども、イマジネ大学ということで、うん、私と視聴者の方に向けて一つ課題をいただけないかと思いまして。課題。はい。自分のライフスタイルを作るっていうことだと思いますね。自分のスタイルっていうのを作り上げていくことが一番なんかこれからの日本を盛り上げてくれることじゃないかなと思います。みんなマスクしてるからやっぱしなきゃっていうのをやめて、なんか自分は自分なりの生き方っていうのがあるように、なんか自分のスタイルっていうのをきちんと作っていくと、それが新たな価値を生んでいくような気がしますね。それがなんか引いては自分のなんか豊かさにつながっていくんじゃないかなと思います。ということで今回は高島さんゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。面白い。若者のクリエイティブの才能を発見する新しい番組コンテンツ、イマジネコンペティション、今年で15回目を迎えるエイブル空間デザインコンペとコラボして作品を募集中です。今年のテーマは壁と会話する。優勝作品はミラノサローネで世界デビューのチャンスです。皆さんのご応募お待ちしています。自分が何者か分からなかった学生時代に恩師との出会い、
自分が何者か分からなかった学生時代についてお話をします。あまり大変だったと思ってないんですけれど、よく考えると大変でしたね。やっぱり私自身も確かに周りに変な子っていっぱいいたかもしれないですけど、あまり気にならなかったんですよ。でも自分自身がやっぱりちょっと変な子なのかなって思うことは辛くて、例えば幼稚園で遊んでた時ってあんまり男女で授業が変わらないし、遊び方も一緒なんですよ。小学校に入るともう道具箱から違うし、女の子は中で遊んで男の子は外でスポーツしてみたいなのが急にそういう感じになっていったんです、小学校に入った時。それが私は違和感だったし、最初の難関ポイントでした。やっぱり教育環境ってできないことを指摘する場になっちゃいけないと思うんですね。できることを伸ばしていく、やりたいことをやれるようにしていく場であって、やりたくもないしやれないことを無理にやって平準化していくみたいなことって価値がないんじゃないかなって思ってるので、逆上がりができない子がいたら本をたくさん読ませればいいし、本を読むのが苦手な子がいればスポーツをたくさんさせればいいし、やっぱり自分が何が好きなのか何がやりたいのかっていうのをどんどん伸ばしていく、やっぱりその自発性を引っ張っていくのが教育だと思うんですね。ただ私が小学校に入った時はそういう教育環境じゃなかったので、やっぱこれからの教育環境はそういう風になっていくべきだなと思います。人と違う、特に男の子にあまり馴染めなくて、やっぱりいじめっていうほどじゃないですけれど無視っていうんですかね、なんかみんなの輪に馴染めないみたいなことが続いたんですね。でそれは別に良かったんですけど、なんか人とちょっと違うのかなっていうところが自分は心配でした。でそういう時に絵本でスイミーっていう絵本があって、まあ、赤い魚の群れに黒い魚が生まれちゃうみたいな絵本で、その中でなんで自分は黒い魚なんだろうってこうもじもじ生きていくんですけれど、最後、まあ、自分黒い魚だから自分にしかできないことがあるって言って群れを救うみたいな、そういう絵本があるんですね。そういう、まあ、肌の色が黒いってマイノリティ性じゃないですか。なんかそういうのに向き合ってる絵本を見た時にすごく当時感動したんですよ、私が。だからなんか私も肌が黒いスイミーじゃないですけど、なんかできることがあるんじゃないかなって、男の子の輪に入れなくてスポーツがそんなに好きじゃないけれど、なんかスポーツの代わりにできるんじゃないかなって思った時に、絵が結構得意だったんですよ。引きこもってたのでずっと絵を描いてて、小学校って窓の外、私田舎育ちなんですけど山だったんですよ。そこにどんどんこうマンションとか住宅が建っていって、ちょうど都市化していったんです。で毎日その建っていくマンションとか家とかを画用紙に描いてたら、建築家になればいいじゃんって言われて、あ、なんかこういうことしてたらお金がもらえるんだって思って建築家になろうってその時思ったんですよ。やっぱりそれが私にとってはスイミーみたいな、こう自分の居場所とか自分のハマる場所みたいなのを見つけた瞬間だったのかなと思います。例えば私の場合は自己防衛として絵を描いてたんですけれど、だん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 やっぱり絵を描くだけじゃなくてイラストレーターとフォトショップみたいなプロフェッショナルなツールが高校生使えるようになって、やっぱり仕事になっていったんですよ、それが。そうなるともう自己防衛じゃなくて自己実現だと思うんですね。でみんなも自分の立場を作るために、自分の居場所を作るためにやってたことが、なんか気づいたら自分の居場所というか自分が作った自分自身の居場所だったってことはやっぱりあると思います。で私はそういう人たちのロールモデルになれたらいいなと思って、こういうふうにみんなの前に立ったりしています。マイノリティを代表するような気持ちはないんですけれど、逆に言うと私はマイノリティとマジョリティっていうのはそこまで綺麗に分けていなくて、なんかこの人はマジョリティですみたいな絵に描いたマジョリティっていないと思うんですよ。あまりお金のない家庭に生まれたりとか、
の日本じゃない場所で生まれ育って違う宗教を持ってたりとか違うバックグラウンドを持ってたりとか、もしくは小さいことかもしれないですけどアレルギーがあるとかアトピーがあるとかアルコールが全然飲めなくて飲み会が苦痛だとか、いろんなマイノリティがいるじゃないですか。で、私はそのマイノリティの中で、まあ、ジェンダーというちょっとビッグイシューだっただけであって、やっぱりなので全てのマイノリティを代表できるとも思ってないんですけれど、自分がマジョリティだと思ってる人がいるとしたら、やっぱりそこは崩していった。恩師との出会い、恩師っていうのはですね、まあ、アートディレクターのですね新藤光雄さん、1995年ですか、僕がまあニューヨークに行こうかなと思ってたんですけども、まあ、その行く前にちょっとブックをですね、見てもらって、そしたらすごく気に入っていただいて、そこから仕事を始めました。最初がですね松雪泰子さん の, あのカレンダーのお仕事だったんですけども、その後から、ピーチカート5のハッピーエンドオブザワールドっていう、まあ、ジャケットの撮影をミラノであるからのぼるくんやりませんかと言ってくださって、あ最高だなと思って、じゃ あ, あの伺いますっていう感じでミラノの方で撮影して、ピーチカート5では一緒にですねワールドツアーの方アメリカをまあ 何十箇所か回らせてもらって、その後ヨーロッパの方も回ってっていうのをあのご一緒させてもらって、そういった本当きっかけを作られた方だったんですね。でこちらが先生の、まあ、Be My Baby っていう、まあ、本なんですけども、まあ、世田谷文学館の方で彼が、まあ、多分70歳の時にやろうって言ったっていうことなんで、まあ、3年ぐらい前だったんでしょうか、なんですけど、ここで、まあ、ちょっとあの、ね、サインもしてもらってますけどもね、まあ、たくさんの方といろいろやってるんですけども、まあ、ご一緒させてもらって、自分は本当に先生と会って本当良かったなと思うし、先生がいなかったら今の自分はいないなと思ってるぐらいな、なんか先生ってもしかしたらだけど僕の人としてもしかしたら結構好きでいてくれたのかなと思ってます。だから実際問題プライベートでもあの自分誕生会とかもよく来てくださってるし、大体あの僕が呼ぶパーティーとか最後の方までいてくれるし、何かそういったものが結構気に入ってくれてたのかなと思ってるんですね、まあ、この間ですね先日23年の、まあ、2月10日先生亡くなってしまったんですけども、そのなんと4日前に先生を病院から自宅にベッドを運ぶっていうことも実は知ってましてですね、それと昨年22年は結構先生と旅行に行ったりしてよく会ってたんですよね。僕先生のこともちろんあの仕事もすごい好きですけども、もう正直人間としてですね、あすごい方だなと思う。当時ですねやっぱり先生がイメージしたものをやっぱりこれだと思ったらそこに突き進む、ちょうどですね多分音楽がやっぱりすごくトップっていうか、そのお金が回ってたんでしょうね。だから先生の夢をその思いをあの託せたっていうか、びっくりしたエピソード結構多くあります。海外でのエピソードもこのピッチカート のアルバムの時も、うわこんなところ使えるんですかっていう、まあ、老舗の本当にあのパリのクラシックなあの映画館で撮影とかですね、ミーシャでのハワイでの撮影もなんとですね、あのハワイで一番標高の高い山に船を持ってって、雲の上で要するに雲海を見下ろすような感じで撮影したいと先生おっしゃって、うわさすがにそれすげえなと。でも先生ってその夢っていうかその思いが強かっ
があったんでしょうね。今だったらうまくやれば合成でもできたんでしょうけど、まあリアルにやっぱりそこに本当に自分もこれついて、もちろんついてってはいないんでしょうけど、まあ、そこにあの同時期に一緒にいましたもんですから、やっぱそのパワーっていうのは半端ないなと、すごいなと思いましたね。ある意味ああいう可愛らしい感じで入ってくるんですけども、多分そういう思いが強くある先生だったなとはちょっとあの思ってますね。あ、もう今これ先生いなくなった今ですね、やっぱりそこに特化してですね突き詰めていきたいなっていうのを思ってますね。やっぱりなんかそういうことをもしかしたら教えてくれたのかなっていう、当時のあの自分の座右の銘にもなってますけども、要するにそのネバーギブアップなんていう言葉ありますけども、できれば諦めないで突き進んでいきたいななんていうの思ってますけどね。でも本当そうですね、いやずっとそこのところがちょっとキーワードになってるのかもしれないですけど、やっぱそうやって受け継いでいく、例えば今本当20代の人30代の人、まあ自分より若い人たちっていうのにですね、まあいろいろ自分が思っていたことっていうのをこういったまあものでメッセージとして送れたらいいなっていうのは本当確かに思ってますよね。まだまだですね、まあ、もうちょっとなんかやりたいこと結構あって、そういったものを残してそういう方に伝えていきたいななんて思ってますね。スクープの取り方ということなんですけど、え、見たんですか？見ましたね。ウォーホルはいつもなんか同じ格好で、点と点がつながるという話をしたいと思います。はい、私のターニングポイントについて、お話しします。この番組はエイブル、清水建設、JT の提供でお送りしました。